はい、こんばんは、ダイです。ため池に来ました。ちょっとこの池は僕自体はまたちょっと久々で、まあ、そんな池ばっかりで申し訳ないんですが、動画で来るのも初めてです。で、なんかちらっと魚が減ったかもっていう噂を聞いたので、まあ、ちょっと調査がてら来ました。で、早速ちょっとやっていきます。まあ、最初はちょっと、まあ、久々にちょっとジョイクロ回からやっていきます。で、いきます。いるのかな。はい、次はちょっと今流行りのボトムジャークの釣りとかをやってみようと思って、とりあえずレイトジャパンのフルスイング5インチのカットスイングです。まあ、ちょっと色が変色しちゃったりして、なんだかんだタックルボックスの肥やしになったりしちゃってるんですが、まあ、ちょっと使えるものは使っていこうと思います。では行きます。まあ、ボトムジャークだけじゃなくて、ちょっとあの際に入れたりとかもしたいと思います。次はドライブビーバー 3.5 インチのフリーリグ、進化は 14g です。まあ、ちょっと飛ばしたいんでちょっと重めを使ってます。じゃあちょっといきます。はい、坂又ミドスとやります。ほんと全然バスが見え、なんか小魚はいるんですけど、まして、
はい、ちょっと一通りやってみたんですが、全くバスが見えなくて、でミドストでやってもちょっと小バスすらも釣れなかったです。でもちょっと普通小魚は一応いたので、なんか魚はいるとは思いたいんですが、でもなんかここ昔ほどのポテンシャルがなくなったのかな。ここ結構デカバスが結構いたみたいで、まあ僕はあまりまだでかいのは釣ったことないんですが、いやーなんでかな、こんな魚減るもんかな、ちょっと不思議だな。でもまたちょっと気になるんで、また今度は再調査に行きたいと思います。今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。